はい、こんにちは。札幌占い美容室ファイヤーマン菓子のことです。こんな感じにしたいっていうのを見せていただいたのですが、レイヤージュのこういうメッシュのスタイルですね。ここはどうしたんですかね。この根元のこのブリーチのとこまでの間って自分にやってもらって、そうか、染めてもらって、その時ブリーチを使ったんですか。ブリーチは使ってないです。ここからブリーチで、ここからはブリーチじゃないので染まって、で根元が黒い感じになっててます。で、多分まあこれを先ほどのスタイルにするんであれば、まあ東京とかだと大体そうですね、2万円ぐらいかかって、時間は3時間くらい、大体1つは2時間とかかもしれないですけど、まあそれぐらいかかるかなと思います。でそれを今回は、ちょっと裏技を使って1時間以内で、そしてブリーチがちょっと伸ばしていきたいっていうことがあるので、伸ばして、これから長くしていくときにダメージ、この上にブリーチ塗っちゃうとまた傷んじゃいますから、ブリーチをまず使わない、ブリーチを使わず、このツートン、まあ、3色になってるんですけど、このツートンカラーを利用する、あとダメージをまあ最小限に抑えるっていうか、そういう裏技をちょっとやっていきたいので、内容的には限定動画になっちゃうかなと思うんですが、です。それをまあ今から1時間でちょっと仕上げていきたいなと思うんで、とりあえずカットはちょっと揃えたりとかは後でちょっとしようと思うので、先にカラーをちょっとしようかななんて思ってます。はい。で皆さんもどういう風にするか、自分だったらどうするかっていうのをちょっと考えて見ていただけたらいいかなと思います。でちょっと僕がこの今日やる裏技を、がもしできれば、先ほどのブリーチしないので、先ほどのところまではちょっといかないと思うんですけど、結構使える方法かなと思いますので、時間も短ければ、まあ、料金もちょっと下げて、お客さんの負担も減らすことができるかと思いますので、はい、ではこの状態から、染めていくんですけど、ブリーチをまずしません。で、カラーをこのような感じで今用意して、根元側と毛先側で今分けています。で、今回も、ムササビ 2% をこのカラー剤に配合してトリートメントをしながらって感じでやっていきます。はい、でムササビこちらですね。皆さんムササビの使い方はこの状態に 2%、 ちょっと今はかりが置いちゃって見えないので、これを入れるフリップみたいな感じで入れます。混ぜていきますね。で毛先の方も同様に、2% 入れるんです。はかりに置いて全体量に対する 2%、 1% でも大丈夫です。それぐらいこの濃度が濃いので、このムササビが、2% ぐらい全体に入れてください。 5% って書いてたりもするんですけど、 5% 結構濃いかもしれないので、はい、でこのような感じで入れていきます。地肌塗るときにこれ入れると染みないんですよね。あとは髪の毛トリートメントしながらやってくれますので、髪に優しいという感じですね。はい、まあ一番はこれから髪まだ伸ばしていかれる、ロングまで伸ばすってことなので、なるべくダメージを抑えながらやっていくっていうのが一番なの で今ちょっと若干怖いのは履歴が全くわからないので、ブリーチ何回やってるのかとか、その辺がわかんないので、ちょっとどうなるかはやりながらにします。はい、でムササビの使い方は以上です。